こちら、これはね、ちょっと一言言いたいね。はい、江戸前のかば焼き、はい、京急百貨店っていうの、大阪のないねんけどな、伊勢定うなぎ食べて集団食中毒うなぎやで、うなぎ食べて食中毒って、うなぎってあの土曜の丑の日やな、土曜の丑の日に食べるうなぎって火入れてるやんって、火入れて調理するときにうなぎめっちゃ焼いてんのに、なんで食中毒が起きんねんで。これね、あのね、これはね、あの書いてる内容とはね多分違うと僕思ってます、これ。で、集団食中毒の原因が、従業員が調理前に手洗いをしてない、ね、要は手袋してなかったって言ってんねんやんか。横浜市が発表。違う。違います。僕の見解はね、全く違います、これ。あのね、食中毒がね、土曜の丑の日。土曜の丑の日っていうのも一つのポイントやね。に、うなぎの、かば焼きの弁当を食べた人がお腹痛くなってんねんけど、これはね、間違いない。食中毒のね、食中毒を起きるときの間違いない定番としてあんのが、まずはね、梅雨の季節やな。もう今年梅雨なかったけど、雨がね、めっちゃ降ってるときとか、あと冬なんかもそうやねん。寒いね、冬に、食べ物屋で、食中毒が起きんねん。寒い時にやで。なんで食中毒起きんのって言ったら、簡単な話で、おそらくね、このね、伊勢定は、手洗いがどうこうの前に、多分ね、うなぎの弁当を、前もってすごいたくさん作ってた。前もって。その日売れるから、毎日焼いてる数じゃ追いつけへんから、多分ね、3日とか4日、下手したら1週間ぐらい前やな。1週間ぐらい前から、もう出来上がった弁当やな。1週間ぐらい前に出来上がった弁当を、そのまま冷蔵庫かなんか入れてて、当日、わーって出して、で、それが、古かったから、そのまま、菌が繁殖してて、食中毒が発生みたいな。これね、一年に何回かこんな事故が起きんねんけど、例えばね、言える範囲で言ってあげるけど、冬やな。おかしいやろ、寒い冬に食べ物食べてお腹痛くなる人おんねん。寒い冬に。あれ、なんでって言ったら、答え簡単で、寒い冬に食中毒起きんのは答え簡単やん。家で暖房がバンバン暖房効いてて、普通に部屋の温度が25度以上あって、そこに何日も食べ物を掘り投げてるから、外は寒いけど家の中がめっちゃ暖かくて、食中毒が発生する。それとあと、あの時や、節分や。節分の時の節分の時の巻き寿司なんかでも食中毒が起きる可能性あるのは、3日とか4日前から作ってるから、あったかいところで食べて食中毒発生みたいな。どことは言えへんけどね、僕ね、昔、バイトしてた時の話で、これもしかしたら1回か2回言うたことあると思うんやけど、パン屋さんが自分とこのパンを勝手に置いていくシステムのところで働いてることがあんねん。で、朝持ってきたパン並べて帰りはってんけど、お昼ぐらいにそのパン買って行ったお客さんから怒って電話がかかってきて、
え、どないしましたんって聞いたら、買って帰った蒸しパン、蒸したパンやな、蒸しパンにカビが生えてるって蒸したパンにカビが生えてるって、ほんで、お客さんが怒ったことあんねん。で、あれってね、蒸しパンって、まあ、パンである以上、焼いてるか蒸してんねんけど、蒸した時の温度で、冷やせへんから、できたパンを、冷やさないまま袋に詰めて、冷やさないまま、蒸しパンかなんかを袋に入れて、んで、配達して、あったかいわけん、パンが、その時は。ほんで、あったかいところに、あったかい、とこに置いてるから、自分のあったかさで、自分の熱で、カビが生えたみたいな。あるんやで。あるんやで。蒸しパンとか、うん、自分のね、自分の中のパンのあったかさで、カビが生えたりする人いて、あんねんで。カビが生えたりする人じゃなくて、ものやけど。あんねん、あんねん。僕も過去に何回かね、その蒸しパンはあったで。で、冷やしてから袋に入れやって言っても、急いでるから、どうしてもそのまますぐ持ってくるから、やっぱ何年。あとね、そうやな。蒸しパン以外でやったら、特にあったかいもん危ないね。言い方悪いけど、チャーハンなんかがそうやねんな。チャーハン、焼き飯やな。チャーハンなんかが入ったお弁当あるやん。チャーハン入った弁当は、チャーハンの温度下げとけへんかったら、チャーハンの温度下げとけへんかったら、おかず入れます。チャーハン出来たて、弁当の袋に入れます。で、蓋して、袋に入れて持って行って、お昼食べるとき開けたら、臭い匂いがしてるみたいなね。自分の熱でね、自分の熱で勝手に傷んだりすんねん。チャーハン。チャーハン事件っていう言い方が当たってんのかな。温めるご飯やから、あと、ピラフなんかもそうかもしれんけどな。けど、あんまりお弁当にピラフ入れるとこあれへんやん。ピラフ入れるとこあれへんからやけど、チャーハンは、中華料理屋さんでもね、危ないっていうやつやで。危ない。うん。まあ、うなぎは特にやけど、これは、保健所もちょっとわかるやろって、土曜の牛の日、今年は2回やったらしいねんけど、多分、作りだめしてるやつが、多分保存状態が悪くて、で、当日売ってる時だけ剥き出しで売ってたから、多分行ったんやろと思うんな。で、一人亡くなってあんねんよな、この人。90歳ぐらいのおばあちゃんがなんか亡くなってんねやんか。まあ、ちょっとここは笑って終わらなあかんとこやけど、元気つけるためにやで、元気つけるために、うなぎ、元気つけるために、90歳のおばあちゃん、うなぎ食べて亡くなってるって、笑われへんでっていう、そんなとこですか。僕はね、申し訳ない。うなぎってね、食べられへんね。ごめん。昔から食べたことほとんどないね。うん。かば焼きとか食べないんですよ、うなぎは。はい。すいませんけど。